맡아. 오히려 옷에 녹아서 탓해 수업에 등력을 울었으니. 어? 오네가이ですから 動いてくださいだ. 닥쳐가네나. 今回だけ 特別だぜ. 아? 못더動けな. 호라요, 그래도 どうだい. 違うっぴな. 아? 上じゃなくて 横に動けな. 맞대요, こういうことだろ. ありがとう、 岩さん。 ありがとう。 どういたしまして。 こっちの声が、ああ、なんでそんな意地悪するの。 ああ、じっとしてるだ。 たく、何度も言ったり来たりさせやがって。 ごめんね、岩さん。 あ、待って、ありがとう言える。 だったら最初からそう言っといてくれよな。 悪い。 じゃあ僕の説明不足だったかもしれない。 ちびかびに行く手を塞がれた。 どうしよう。 じゃあまあ、まねっこするか。ちびかびのそばにじっと横たわった。世の中のことが少し分かったような気がした。ごぼごぼ。お、すごい優しい攻撃だ。助かる。静かにごぼごぼ音を立てている。さようなら。世界のことが分かっちゃったね。お、なんだよこのチーズは。このチーズはかなり前から置きっぱなしのようだ。 テーブルにくっついて取れない。チュウチュウ。なんだこりゃ。これは何？生き物なの？グー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 
どうしよう。励ましてみるから。なんかくよくよしてたから。よちちちちち。よちちちち。はは。あ、泣いてる。なんで泣いてるの？そんな泣かないで、泣かないで。泣かないで。少しだけ元気になったようだ。よし、やっぱりよちちちは効くんだ。よちちちちちち。ちょっとした冗談を言って、よちちちちち。よちよちゃちゃちゃ。ごめん、なんか全然やる気出ないよ。大丈夫だよ。よちよちよち。よし。もう少し元気づけることができた。まあ任せとけって僕のよちちは精神に効くんだ。何かを見せたいようだ。なんだなんだ。よち、ちょっと見てて。お、すごい。なんだなに。ヒヤリハットって言うんだ。どう？面白い？面白い？え、励ましていいのこれ。励ましよう。よちちちちちち。いつもね、誰にも会いたくないから、この遺跡にいるんだけどね。でも今日はね、いい人に出会っちゃった。ごめん、自分語りするのが癖で、つい。自分語りはしていいタイミングとしちゃ悪いタイミングがあるが、これはしてもいいタイミングだと思うぜよ、父。邪魔だよね。今はどこで？ありがとう、よ、父。ありがとうよ、父。ん？これ正解ルートがいい。見落としていませんか？スパイダースイーツ即売会は戻って右側です。雲で作った雲のためのスイーツをどうぞ楽しみください。雲？これ？スパイダースイーツ即売会、売り上げは全額本物の雲に寄付されます。何これ？え？ちょっと待って。え？ちょ、18ゴールドは持ってないの？え、これどう？お金ってどうなんだろう？お金のシステムってなんかあんのかな？まあいいや、とりあえず乗せてみよう。クマたちが降りてきてドーナツをくれた。あ、ドーナツくれた。あ、そういうこと？スパイダードーナツ、じゃあインフォメーション。スパイダードーナツ 12HP 回復。生地にスパイダーサイダー混ぜ込んで作ったドーナツ。どんな味なのかマジでわからんな。スパイダーサイダーっていうのはまあそんなに心は惹かれないかもしれないけど。ケロケロ、ケロケロ。はい。友達が僕の話を聞いてくれないけど。僕が話し始めると X を押してスキップしちゃうけど。そうけど、X を押してスキップしちゃうんだけど。でもあなたはちゃんと聞いてくれるけどね。ケロケロ、ケロケロ。どうやらやこや。あ、OK。
ッケーオッケー、これなるほど、なるほどね。ブロックが4匹ってことだけど、カエルが4匹いるとこなんて見たことないけどよ。一体どういうことだけど、ケロケロ。そして君は、あなたは人間にしては平和主義だと聞いたけど、もう気づいてると思うけど、思うけども、思うけども、逃がせるようになったマンスターは名前が黄色に変わるけど、それについてどう思うけど、いや、便利なんじゃない？僕もそう思うけど、いいけど、逃がすというのは戦いたくないという意味。相手の名前が黄色じゃなくても、逃がさなきゃいけない時が来るかもゲル。おー。なるほどな。もしもし？最近お掃除をしてなかったから散らかっていてごめんなさいね。急にお客様が来るなんて思っていなくて。ああ、ここで待っててって言ったのは、お家に帰って、まあ、なんかお菓子用意したりとかお掃除してんのか、まんまは。いろいろなものが落ちていると思うけれど、気に入ったのがあったら拾って持って行っていいのよ。ふうし、本当に欲しいものを見つけた時のために、ポケットには空きスペースを残しておきなさいね。あ、なるほどね。ドロップってあったから、なんか捨てるのもできるのかなって思ったけど、そういうことね。一応制限があるだだね。スイッチは一つだけ。スイッチは一つだけ。なんか、これ落ちないといけない？あ、上だ。上にあるだ。ルークスが、虹色ってきた。なんか、マイクワ造式みたいなやつ出てきたけど。わからん。ちょっとからかわない。やっとわかってもらえた。君のメンメのことは、うつろの目でこちらをじっと見ている。じゃこれさ、分析していった方がいいっぴかね。なんかよくわからないけど、良さそうなやつを選択して、なんか正解を引いてしまっているけれど。ちょっと気になる子がいたら今度ちょっと分析してみるか。なんかあるよ。なんかあるな、あそこに。なんだ？じゃあちょっとこの子を分析してみよう。アタック6、ディフェンス6、からかわないで。名前ルークス・アイ・ウォーカー。アイウォーカー、歩く歩くメンメが、おう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 、からかわないよ。よちちちよちちち、君のメンメの、なんかなんかちょこい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 、さよならさよなら、おやすみ。よちちちちちち、君のメンメのことを誰も悪く言わないで。これは何なの？この子出てきた。ベジトイド。え、モンス、一モンスター前、食品局には未登録。ほう。地元で採れて、常務のベジタボール。うわぁ、すごい。いろいろ降ってきて、痛い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 。ケタケタ笑った。これ食べちゃダメなんじゃないのかな。常務なんて言ってたし、お腹をさすった。体にいい食事を出してくれるらしい。みたいなやつは食べてね。あ、もしかしてそれ回復する系のやつ？おーどう？ありがとうございます。めっちゃいい子だったな。まあ、プラマイマイナスなんだけど。まあ、プラマイで言えばマイナスなんだけどよ。なんかあるっぴな。橋の扉は出口にあらず。入るたびに視点が変わるのみ。は？スイッチだ。何も起こらなかった。は？は？なんだよ、なんかスイッチ。ミーボスが這い寄ってきた。ちょっとママ、とりあえずこの子は分かってるから。ねんねしよう。なんだ、右の子。さあ、ユニゾンするのだ。ほほほほほほほ、待って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 、難しい。とりあえず逃がす。一人の時間が一番。あ、オッケーオッケー、この子は。そういうことね。ユニゾンって、まあ、なんか一緒になんとかするみたいな感じだよね。これ下行け、この注意書きが見えているなら青いスイッチを押すべし。
青いスイッチなんてねえだけど。オッケーオッケー。これなんか謎解きだよね。あのきっとこれ一個だけさ、何も置いてないからこの辺にあるだろうなって思って、適当にゴリ押ししちゃった。どこだこいつか。お、なんか当たり引いたっぽい。イエーイ。どっちが正解だ。カエルちゃん、ケロ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 、ここだけの話だけども、さっきトリエルがここから出てくるのを見たけど、食料品の袋を抱えていたからよ。でも何に使うつもりかは聞かなかったけど、トリエルに話しかけるなんて恐れ多いケロよ。そうなの、恐れ多い存在なの。なんか、え、何これ、おもちゃのナイフを見つけた。なんか建物かい。なんかどういう感じのあれなんだこれ。食料庫って書いてあったけど、なんで向こうが見えてるだ。高台みたいになってんのかなって思ったけど、違うだだかね。大変、予定よりずいぶん時間がかかってしまったわ。あ、見つかるで。見つかっちゃった。まあ、一人でここまで来たの？怪我はない？こっちへいらっしゃい。回復してあげましょうね。ありがとう。ずっとほったらかしにして本当にごめんなさいね。あなたを驚かせようなんて考えた私がバカだったわ。その、これ以上隠しても仕方ないわね。こっちよ。ついていらっしゃい。ん？お家を掃除してたっぽかったけどな。とりあえずまあセーブしろば。遺跡にこんな可愛らしい家があるなんて決意がみなぎった。こんなに可愛らしいお家なの？いい匂いでしょ。サプライズ、バタースコッチシナモンパイを焼いたの。どっちもどっちじゃ。あなたが来てくれたお祝いにね。ここで楽しく暮らしてもらいたくて、だから今夜はカタツムリパイは我慢するわ。さあ入って入って、他にも見せたいものがあるの。なになに？ここがあなたのお部屋よ。気に入ってもらえるといいけれど。頭慣れてる。あら、焦げ臭いわね。大変、ゆっくりしていてね。おー、まあ、とりあえず自分のお部屋を見る前にいろいろ探索しようかな。見たことのある植物だが名前はわからない。ユリみたいなお花。これはトリエルの日記だ。丸がついているとこを読みますか。まあ、わかりやすく赤いし、読んじゃうかな。スケルトンはどうして友達が欲しかった。寂しさが骨身に染みたから。他にも似たようなダジャレがたくさん書き連ねてある。日記ってかネタ帳か。ダブルサイズよりも大きいベッドだ。地下に生息する植物の図鑑だ。真ん中あたりのページを開いてみた。ガンマ、水辺に群生する皮脂植物。円柱型の茶色い方をつける。その形状からウォーターソーセージという愛称でも知られる。おー、多分なんか今想像がついたな。中を覗いてみた。変態！トリエルの靴下が入っている。なんかサボテンみたいな。サボテン、ツンデレ属性の植物だ。そうなの。ごく普通の古いバケツだ。カタツムリが入っている。カタツムリがあれなのかな、好物なのかな。ちょ、一回。はい、トリエルです。どうしたの？ごめんなさい、ここに。あ、はーい、はーい。電話何も変わってなかった。引き出しの中には花の種と折れたクレヨンが入っている。これは改装中。お、鏡だ。自分だ。これはウォーターソーセージだ。よくわかったね。じゃあちょっとおげくさいとか言ってたところに行こうかな。自分のお部屋よりも先にね。地下もあんのかなこれ。ん？あら、いらっしゃい。パイが冷めるまでもう少し待ってね。まだ。それじゃあ私とおしゃべりする？新しい家族ができてとても嬉しいわ。あなたに読ませてあげたい古い本がたくさんあるの。
とっておきの虫捕りスポットにも連れてってあげましょうね。それからお勉強は私が見てあげますからね。うわぁ、うわぁ、なんでなんかさ、ママミが強いぞ。意外かもしれないけれど、実は学校の先生になるのが夢だったのよ。そんなに意外でもなかったかしら。まあ面倒見はかなり良さそうだもんな。とにかくあなたとここで暮らせてとても嬉しいわ。ん？何かご用かしら？どうしたの？まあ今だから先に聞いとこうかな。今だから聞ける。いつうちに帰れるの？え？何を言ってるの？今日からここがあなたのお家よ。それより今読んでるこの本のお話をしましょうか。カタツムリ72の使い道っていうの聞きたい？遺跡から出たい。それじゃあカタツムリの豆知識を教えてあげましょうか。カタツムリはね、靴紐の素材では向いていないのよ。面白いでしょ？それじゃあまた用があるときは声をかけてちょうだい。あ、なんかさ、なんかさ、そう、悪い人そうだったらさ、その言えるけどさ、なんか心苦しいわ。なんか勉強まで見てくれるって言ってるのに。歴史書だ。適当なページを開いて読んでみた。マリアの中に閉じ込められた我々はさらなる攻撃を恐れ退却した。そして地底の奥深くへと進み、やがて洞窟の行き止まりにたどり着いた。我々はそこを新たなホームタウンとした。町の名前は？ホーム。我らの王は偉大だが、ネーミングセンスはいまいちだ。なんでお家って名前めちゃくちゃいいではないか。道具の先は危なくないように丸く削られている。素晴らしいね。こっちは？おお、これがパイか。いい匂いだ。でも熱すぎて食べられない。今度は汚れていない。トリエルは魔法で料理をしているのだろう。へえ。ジンジャーブレッドを作るときに使うモンスターの形のクッキー型が入っている。排水口には白い動物の毛が詰まっちゃってるぞ。なぜか有名なメーカーのチョコレートが入っている。なんだろうな、有名なメーカー。なんだろう、海外で言うところのハーシーズとかか。聞いてもいいんだけど、どうせなんか、なんだろうな、ごまかしちゃうんだろうなと思うけど。なこれ、上の部屋で遊びましょうね。こっちはダメなの？ほえー、連れ戻されてしまうのか。これは2010何年の初めの古いカレンダーだ。じゃあまあお昼寝しようって、私お昼寝すればいいのかな。空っぽの写真立てだ。かなりホコリをかぶっている。箱の中にいろんなサイズの靴がたくさん入っている。わ、音楽が素敵だった。おもちゃがたくさん。全く興味をそそられない。子供が欲しくて、子供が欲しくて、こういう感じなのかな。それともこういう落ちてきた子供たちをたくさん面倒見てるから、こんないろんな靴のサイズのがあったりとか、子供のグッズがあんのかな。まあ、寝よう。あ、パイ、時間置きだ。またスコッチシナモンパイが一切れ置いてある。またスコッチパイ、HP 全回復。なるほど。これは？おもちゃのナイフ、武器。最近はレアもの。ほえー。あ、攻撃するなら使えるよみたいな感じか。おー、トリエルちゃんは？マンマはどこに行っただかね。あ、いるわ。マンマ。
私はちょっと用事があるからここで待っていなさい。なんかフラグが立っちゃったの、これ。